パナマ侵攻パナマ侵攻、パナマ侵攻は1989年から1990年にかけてアメリカ合衆国が中央アメリカのパナマに軍事侵攻した事件である。1983年以来、マヌエル・ノリエガ最高司令官、将軍はパナマにおける事実上の最高権力者となっていた。しかし、ノリエガ体制のパナマは 非民主的な政治体制が原因で、中南米の中でも孤立していただけでなく、中南米における麻薬ルートの温床となっているとされていた。ノリエガは、冷戦下の1966年からアメリカ中央情報局 CIA のために働いていたことも明らかになっている。ノリエガは、ブッシュ大統領が CIA 長官時代にその手先となり、 キューバのフィデル・カストロ政権やニカラグアのサンディニスタ、民族解放戦線政権など、中南米やカリブ海の左派政権の拡乱に協力していた。アメリカの麻薬対策にも協力していると考えられており、1978年から1987年までは、アメリカの麻薬取締局、DEA から毎年感謝状が送られていた。ところが1986年に、 税関主導によって行われた C チェス作戦により、ノリエガがアメリカへの麻薬の輸出並びに、マネーロンダリングに関与しているという疑いが浮上してきた。さらに1987年6月には1981年のオマルトリホス大統領暗殺に、ノリエガが関与したという疑惑が持ち上がり、反ノリエガ派がノリエガ排除に動き出すという事態となった。 1988年2月には、パナマ大統領は、アメリカの支援を受けて、ノリエガ解任を発表したが、かえってノリエガ派の国会議員によって解任され、マヌエル・ソリス教育省が、大統領代行となった。これを受けて3月には、クーデター未遂事件が発生している。また3月には、マイアミの裁判所がノリエガを起訴し、ロナルド・レーガン大統領は、パナマに、 民主主義が建設されるまでは制裁を続けるとし、パナマの在米資産凍結とパナマ運河使用料支払い停止を発表した。パナマはこれに対抗して、すべての在パナマ外国資産凍結を発表したが、これにより脆弱なパナマの経済システムは大混乱を陥り、産業稼働率が40%に落ち込んだ。アメリカは、理ンで、ノリエガの引退によって、 卒業免除するという司法取引を持ちかけたが、ノリエガは受けなかった。また CIA の工作も行われたが、ノリエガの権力は影響を受けなかった。このためレーガン政権末期の段階で、エラボレートメイズ作戦などのパナマ侵攻作戦が策定されている。1989年1月にアメリカ合衆国大統領に就任した。 ジョージ・ H.W. ブッシュは、麻薬撲滅のために、麻薬戦争と呼ばれる、麻薬撲滅政策を掲げた。ノリエガは1989年5月に行われた、大統領選挙に、ジハノを出馬させたが、当選したのは、ハン・ノリエガのであった。しかし、ノリエガは、アメリカの干渉があったとして、軍を挙げて、選挙の無効を宣言し、会計委員長を大統領とし、権力の保持を図った。 この動きを受けて5月には暴動が発生しただけでなく9月30日には再びクーデター未遂事件が発生した12月15日、ノリエガは議会によって最高の政治指導者としての地位を承認させ独裁体制の継続を誇示したまたこの間ノリエガ派の尊厳大隊による反対派への暴行が横行していたブッシュ大統領は月の大統領選挙直後から 特殊部隊のパナマ派遣を極秘裏に承認した。12月16日頃からアメリカ軍人に対する殺害や暴行事件が発生しているという報告が伝えられるようにな。リチャード・ブラウン国防次官の報告によると、米軍施設への武装侵入が数十回、そのうちの一件で二人のアメリカ軍兵士が殺害されたとしている。12月20日午前0時45分、ブッシュ大統領は、 パナマ在住アメリカ人の保護、パナマ運河条約の保全、ノリエガの拘束を主目的とする、ジャストコーズ作戦、オペレーションジャストコスの発動を命令した。15分前には、エンダラを大統領として宣誓させている。ブッシュ大統領は、この進行を、ノリエガの先導に対するアメリカの自衛権発動で、あると主張している。ジャストコー作戦は当初、ブルースプーンと名付けられていたが、 林勢陸軍大将から奇妙な作戦名が投票されたのをきっかけに、作戦名はジャスト・コーズと改められた。ブッシュは12月20日未明に空軍、海軍と陸軍からなる57,384人のアメリカ軍をパナマに侵攻させ、ノリエガの率いるパナマ国家防衛軍との間で激しい戦闘が行われた。 アメリカ製の旧式の武器を中心としたパナマ国家防衛軍に対してロッキード海 -117 ナイトホークやマクドネルダグラスア六6 4アパッチなどの最新兵器を中心とした300機を超える航空機を入りするなど圧倒的な軍事力を持ったアメリカ軍は間もなく首都のパナマ市を占領した。なお、川アメリカ軍によるを逃れて バチカン大使館に逃れたものの、その後アメリカはバチカンと交渉し、ノリエガを大使館より退去させ、1990年1月3日にアメリカ軍に拘束された。ノリエガは、その後アメリカ国内に身柄を移送され、1992年4月にフロリダ州マヤミにて、麻薬密売容疑等により、禁錮40年の判決を受けた後に30年に減刑され、 さらに模範集であったため2007年9月9日に釈放されたが、麻薬取引で得た資金のマネーロンダリングをフランスの銀行システムを悪用していったとして2010年4月26日に同国に移送された。その後、金庫7年の有罪判決が下されている。また、パナマ国防軍は解体され、非軍事的性格の国家保安隊、国家警察隊、海上保安隊及び、 航空保安隊で構成されるに再編された。その後のリーエ家側2017年5月29日に死去した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。